申し訳ありません。会長のご命令でドクターを拘束させてもらいます。ご命令ですので。しばらく目隠しさせていただきます。お待たせしてしまいました。何分蛇がうろついてますので、安全な場所が他になかったのです。それと余人を交えずにお話ししたいこと。単刀直入に申します。
私と共にこの島から出ませんか。ここは蛇に見入られてしまいました。私の実験場所としてはもう使えません。もちろん、あなたとあなたの思い人の二人、ぜひとも私の故郷プロヴァンスへご招待させていただきたいのです。ええ、ジェーンも一緒です。二人揃ってなければ私の実験ができませんので。いかがいたしますか。会長のご指示で別の場所に閉じ込められています。会いたいですか。ではこちらへ。お二人でご相談なさってください。この島を捨てるかどうかを。ついてきてください。お疲れ様でした。ドクター。ドクター、助けて。お待ちください。これは会長の指示です。自由？自由ですか。失礼しました。あまりに場違いな言葉を聞いたもので。念のためにお聞きしますが、ドクターは本当に彼女の鎖を外すことを望んでいるのですか。今日このような結果を招いたのは彼女自身の運命の流れからの必然です。北緯37、東経14、10月10日16時24分、ジョバンナ・ロッセリーニはこの日この場所で生を受けました。そのことに対し何の意味も見出せない人にとっては、あなたの言う自由も幾分かは真実味のある言葉かもしれませんね。つまり彼女の場合はシチリアで生まれてから今に至るまで有形無形の状況で鎖に縛られ続けてるのです。彼女から事情を聞いたのなら言わずともお分かりでしょう。
それは結果の一つでしかありません。彼女は望み、そして今もこの場所にいる。魂を縛られ続ける場所に。なぜなら、それこそが彼女にとって最も幸福なことだから。鎖の片側を持つ者と常につながり合っていられるからです。縛られるのは縛る者がいてこそ成り立つもの。縛る者が常にそこにあり、自我のとどまるべき領域を示してくれる。それは心に限りない安らぎをもたらします。一体人にとって真の不幸とは何なのでしょう。どれほど多くの友人がいても、どれほど親密な家族がいたとしても、互いを縛ることなく対等の建前のもとに、ただ自我を垂れ流し合ってるだけの関係だとしたら、人の心はとどまることなく拡散し、やがて自分自身の姿すら正常に認識できなくなってしまうでしょう。心はつなぎ止めなければ容易に拡散するものです。自分がどこにいるのか、あるいは何が自分なのかがわからなくなった状態こそが真の不幸だとは思いませんか。彼女の天真爛漫な明るさや大地にうがたれたような心の強さは、彼女自身がしっかりと自らの魂の形を認識してるからに他なりません。それが可能だったのは、彼女が常に縛るものと鎖によってつながり合っていたからです。神か父親か、あるいはあなたか。そうです。彼女がシチリアからこの島へ来たこと、メイドとして会長に仕えていたこと、あなたを愛したこと、心の命じるままにより強く自らを縛るものを求めた結果、彼女は今ここにこうしているのです。それでもあなたは鎖を解き放ちますか。矮小で偽善的な自由を振りかざす前に、彼女にとって真の幸福とは何かを考えてみましたか。もう一度お聞きします。彼女の鎖を、あなたは。仕方ありませんね。ドクター。うん、平気。心配しないで。縛られてただけだから。私は大丈夫。それより聞いて。私今朝会長さんに会って話をしたの。本当に彼が実在するって分かってほしかったから。
前に話そうと思ってたんだけど、私怒らせちゃって。ごめんね。会長さん、彼なんかいないと思ってるから。ブルーノさんたちが死んだのは私のお父さんの指図じゃないかと疑ってるの。ロッセリーニはお前をシチリアに連れ戻したいんだろうって。そんなこともうないのに。そうだね。ドクター、どうされるつもりですか？この島から逃げる。そういうことですか。蛇に見入られし者に誘惑を避けうる手段はないといつもなら言うところですが、この場合に限っては正直予測不能ですね。それはおそらく蛇にとっても同じでしょう。まさか楽園にアダムが二人いるとは。あとのことは私にお任せください。どうぞお気をつけて。我々のおとりになってくださるのでしょう。そうですね。精神が南の地へと。あなたはいずれ会うことになるでしょう。楽園の蛇に。